手前に出してるから手を前に出すと前から来てるものに前に出したら絶対弾くから、もう一個な、手伸ばすと手のひらが下を向くから下にこぼすから、ちゃんと掴めてないから、こんな人いるよ。これは全部動かしてるから、キャッチしたら止める、顔の前に、わかる。でボールは向かってくるから、ボール途中止まったり後ろに戻ったりし、ボールが来るから待っといて、来たとか掴むだけ、取りに行ったりするから弾く、まあ、当たり前な、来たものに出すんやな、野球と一緒やな、あのボール来てバット振るから、硬いのに当たったら飛んでいくから、それと一緒、ボールの形にしといて来たら掴む、それだけ。いいよ、やってみて。我慢して待つ。今のでもやっぱり最後伸ばしちゃってるからな、まあ高いのもあんねんけど、取ったら動かさないっていうな、我慢してくるから、そう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 、それのが近いけど、そのままコーナーキック外出て行ってるけど そう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 、龍之介はちょっと最初がさ遠いねん、最初がもうちょい肘曲げて、全然顔の近くで全然大丈夫。ああナイスキーパー、ナイスキーパー、みんな慣れてないだけで、マジでもう顔のもう この辺で大丈夫よ、この辺で。さあ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 、やぞ試合でそれキャッチしてそのままナイスキーパー、コーナーキック、はいほら、さあ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 、ボールは来るからね、勝手に。そう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 、ナイスな。あとはもう手の形、手のひらの向き、当然掴むときは向き上げた手、加減してるからね、強く蹴ったらええやん、強く蹴って強く蹴って、そういうことやな、ナイスキーパー、それで合ってるよ、そんな弱いボールいらんでも、そうナイス、オッケー、ナイスキーパー、オッケー、ナイス判断、今でいい判断、あーナイスキャッチ、ここはやっぱキャッチしに行かなかでな、おーパッキング、